リスト8、純粋な知識。これとかあれとか言った限られた知識のことではなく、物質を創造する際に働いているあらゆるものに関する知識、それが純粋な知識です。この知識は過去、現在、未来に存在するあらゆるものの持つ無限の可能性なのです。リスト9、教会のなさ。統一場は教会や概念的な考え、思い込みによって束縛されることはありません。この場での空間と時間は無限です。時間は限りなく永遠で、空間もまた限りなく宇宙の果てを超えています。リスト10、完璧なバランス。統一場は自然の生態系、人体の生理、胎児から子供への発育など、想像する際にはすべてのバランスをとっています。リスト11、自給充足。統一場は必要なものはすべて所有しているので、外部からの助けは何一ついりません。場の内面に舞い戻ることで何度でも想像が可能になります。リスト12、あらゆる可能性。あらゆる可能性とは、イメージできることだけではなく、イメージの及ばないものすべてのことを言います。あなたは自分のイメージできることはもちろん、今自分のイメージの限界を超えているものさえ実現し、手に入れることができるのです。そして実現すればするほど、あなたの想像力が広がっていきます。今日はイメージできないことも、明日にはイメージできるようになっていくでしょう。こうして常に探求されていない新たな領域が現れてくるのです。リスト13、無限の沈黙。無限の沈黙とは神の心のことです。無限の可能性の場からあらゆるものを作り出すことのできる心です。無限の沈黙の中には無限の活力が秘められています。沈黙を守る練習を積めば、沈黙の知識を手に入れられるでしょう。この沈黙の知識は、合理的な思考でははるかに及ばない正確でパワーのあるコンピューターシステムです。リスト14、調和。宇宙ではあらゆる要素が調和を取りながら互いに影響し合っています。すなわち宇宙とはバランスと調和を作り出す力なのです。宇宙、ユニバースという言葉は、文字通り一つの歌という意味です。この歌、そしてこの調和の中には、平和、笑い、喜び、至福が含まれています。リスト15、進化。自然の中のすべてのものは
より良い状況へと進化しています。努力したり考えたりしなくても、私たちは存在しているだけで、より高い意識状態へと発展しているのです。この真実に気づくことで、あなたはより早く進化していくことができます。リスト16、自己紹介。統一場は自分を知るために外部のものに頼りません。自らの内面に戻るだけで良いのです。リスト17、無敵。統一場を破壊することはできません。火で燃やすことも、水で濡らすことも、風で吹き飛ばすことも、刃物で切り取ることもできません。リスト18、不滅。無敵であるゆえに不滅です。リスト19、姿を見せない。あらゆるものを創造する源である統一場自体は姿を現しません。リスト20、育てる。統一場は創造したあらゆるものを成長させていきます。樹木や花、星や銀河の動き、渡り鳥の旅、そして私たちの体内の免疫システム、消化のプロセス、心臓の鼓動まで、創造したすべてのものを養い育てているのです。リスト21、結びつける。統一場はこのようなすべての活動を育てているだけではなく、一つ一つを他のすべてのものと結びつけています。リスト22、単純さ。統一場の本性はとても単純です。複雑ではありません。それは心の最も奥深くにいる本当の自分自身に気づくことに他なりません。リスト23、清める。統一場は触れるすべてのものを清めます。清めるとは本来の原点に戻ることです。完璧なバランスを表現している宇宙は純粋な源を持っています。この源こそ統一場に他なりません。リスト24、自由。自由は統一場に本来備わっている性質です。この場に触れると自由が私たちのもとに訪れてきます。それは自分の本来の姿を実感することから生まれる自由です。私たちの本来の姿とは、あらゆる想像を駆り立ててくれる愉快で執着心のない不滅の魂のことなのです。この魂に戻る体験を持つことが、まさに本来の自分になることなのです。これが本当の自由です。この自由を手に入れると、今という一瞬一瞬の連続の中で物事を的確に選択できるようになります。
Thank you.